森氏発言で蓮舫議員。東京オリパラ大会のスポンサー企業の反応は、これからあるのでしょうかに疑問の声。内容はこちら。森氏発言での蓮舫議員の発言に疑問の声が巻き起こっているようです。では、蓮舫議員の発言を見てみましょう。蓮舫立憲民主党。もともと何が悪かったかを理解していないと思います。全く同意です。山口理事のこの率直な勧告が JOC 組織委員会からも続くことを、4人をもって代えがたいなどというのではなく、JOC 組織委員会東京オリパラ大会のスポンサー企業の反応はこれからあるのでしょうか。望月さんが指摘するように、一人一人に問われている大きな問題。なんでスポンサー企業に矛先が向くの？では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。高等が企業に圧力。民間企業に圧力をかける野党幹部。これはさすがに政治家として品もない行為。民間企業に圧力。これは普通にアウトだと思いますが。次はこちら。また蓮舫かよ。この人は、やはり目的が少しばかりずれているんだな。改めてわかる。いつまでネチネチやってんだよ。森を応援したくなっちゃうから黙っててほしい。森氏を応援したくなっちゃうは草ですね。でもわかります。次はこちら。どこが女性蔑視なのかよくわからん。年寄りは何回も同じ話するって言ったら差別になるのか？森氏の件は、ある意味そういう意味ですからね。まあ、切り取り報道ですが。最後はこちら。蓮舫議員は、森発言によって、オリンピック開催に支障が出るのを心待ちにしているみたい。それって国会議員としてどうなの？国会議員としては間違っているでしょうね。結論。森氏の発言に対し批判の声を上げている方々は、この発言がマスコミの切り取り報道だと分かっているのでしょうか。しかし、今回の蓮舫議員のスポンサー圧力発言はさすがにずれていますよ。蓮舫議員はスポンサー企業に何を言ってほしいのですか？もしかしてスポンサーにスポンサーを降りると言わせたいのですか？勘弁してください。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。